大白森は秋田県の北東部に位置し、秋田の大和田瀬川と岩手のこんだ川源流の山である。山頂は平坦になっており、そこに広大な高層湿原がある。ここでは南約1500メートルにあり大白森同様に山頂が平坦になっていて高層湿原がある小白森のことも記述する。鶴の湯温泉駐車場の横にある鳥居が、 登山口になっている山である。2分程度林間を進むと、林道に出会う。この林道を左に10メートル程度行ったところが、登山口になっている。次の植林地を過ぎて、唐松林の金取沢を登ると、金取清水の水場がある。この水場は、枯れる時もあるが、登山者の口を潤している。その後、急坂の舟林を登ると、 裏岩手重走路との分岐点の鶴の湯分岐に出会う。途中の標高900メートル程度の場所に湧き水が出る場所があるが枯れることも多い。鶴の湯分岐をまっすぐに進むと木道と小規模の高層湿原がある昭白森山山頂に着く。昭白森は青森と土松や峰楓などの低木に囲まれている。さらに、ブナと、 青森と土松の金剛林の中の登山道を登ると、視界が広がり大白森山の木道に出る。山頂の高層出現には、綿菅や日光木菅、金庫家などが咲く。周囲には、秋田駒ヶ岳や岩手山、乳頭山、八幡台などの山々に囲まれ眺望も良い。大白森は、南八幡体重層コースの途中にあり、大白森周辺は、山菜が豊富で、 季節によっては、たくさんの登山者が山菜をとっている。南八幡台重層コースは、半生時代にも記録されているが、1961年に国体登山コースとして、秋田県田沢湖町西保内え林所によって、整備されたものである。同時に、大白森に、大白森に収容人数20名の、大白森山層、極崎山に、岩谷山層が建築された。 三名の由来は定かではないが、半世時代には、大城森と呼ばれていた。また、小白森山は、小木森と呼ばれていた。大白森山頂を過ぎて、南八幡台重層コースを進むと、標高1025メートルの場所に、大白森避難小屋がある。木造2階建てで、1階部分はストーブが設置された、コンクリート床になっており、2階部分に5人程度が、 就寝できるスペースがある。重層路上の大白森避難小屋の看板がある場所は、道路が十字路上になっており、下りの細い道の方を進むと1分程度で水場に着く。沢の水自身は細いが、沢を少し登ると、水が湧いている場所に着く。この大白森の東北東5 4キロメートルには、同名の大白森があるが、登山道はない。 この山も山頂部が平坦な構造出現になっていて、別名かっこんだ大白森、南部大白森とも言われている。大白森避難小屋の東には姫方がある。幅100メートルで、長さ300メートルのウリザネ顔のような優美なルリ色の水面である。この沼には、鉱山の卑怯のためか魚がいなかったが、伊藤金兵衛は、船の事業を15キロメートル離れた仙達から背負って、来て、 放流を15年続けた。途中で何度も水を取り替えたり、稚魚が死んだりして苦労をしたという。その後、伊藤金兵衛は1日に15センチメートル程度の船を30匹ぐらい釣ったという。姫方に至るには藪をかき分けて進む必要がある。小木森という山の上に潜水がある。3軒から5軒ばかりもあろうか。深さは4尺ぐらいの清水の底が見える。この水は、 土用でも乾かないが、御用以外で水を汲めば天候が荒れる。御用だとしても、物を洗ったり、何かを捨てれば、たちまち風雨になる。これは、四の頃人はじめ、村の者がことごとく言っている。台の上に他の形があって、それが田代と名付けた理由だ。千葉地平の四代前の先祖に、堀川小太郎常吉という人がいた。秋田藩の山巡り番をして、 国境を巡回したり南部藩近世の名馬を移入し、天保の基金で壊滅状態になった秋田藩の馬さんを復活させた。堀川は不思議な山男の記録を残している。1864年田沢村小山牧場の長久郎という百姓が昭白森へ竹の小鳥に行って行方不明になった。長久郎は鶴の湯の湯森の六蔵爺さんと同行した竹の小鳥に、 出かけた。大白森、小白森に近い鶴の湯は、竹の子取りの基地となっていた。長久郎は、矢部の中で、包囲と大声を出して竹の子取っていたが、六蔵はそれを捨ておいた。昼近くになって、六蔵が約束の湿地のあぜに降りてみたものの、長久郎は姿を見せなかった。六蔵は、胸騒ぎがするので元の矢部で長久郎を探したものの、見つからない。一人で湯小屋に降りて、 タケノコ汁を温めて、長久郎を待った。長久郎はとうとうその日は戻らないので、翌日六蔵は三里の賛同をかけて、村に急を告げた。小山牧場の支配人、堀川小太郎は六蔵を、もし南部藩に抜ければ、役人によって処刑されてしまうぞと叱った長久郎の家族も、絶望の、あまりただおろおろしているだけで、若い長久郎の妻は、泣き崩れていた。 マタギを中心とした捜索隊が放たれ、捜索は何日も続いたが、ついに長久郎は見つからなかった。翌1865年の春、堀川は秋田藩の密命を受け、地理に詳しいマタギや木堀を山に放って、国境警備の状況を偵察した。その結果、木材盆というマタギが大白森と南部大白森に囲まれた河内の沢で偶然、 白骨死体を発見した。着物はボロボロになってちぎれ、捨て置くことはできず彼は骸骨を担いで村に帰った。翌1866年の早春、木材門またぎは入島山と秋田駒ヶ岳の中間にあるザル森へ、かもしかがりに出かけた。それは樹氷が見られる季節であった。木材門は暗部近くにたどり着くと、山頂にいる異形の人影を見つけた。 木材門が大声を出して脅すと、異形の者は驚いて、一瞬顔を向けた。それは死んだはずのうや長苦労だった。長苦労は見破られたと思ったのか、飛ぶように暗部を走り南部側の設計を滑り落ちるようにしても、ロビの林の中に姿を消した。木材門の話は、村人を震撼させた。長苦労の亡霊だとか、南部の山役人の手下になり、 国境を偵察しているのではないかという説を唱えた。長久郎の妻は山の神様に祈りを捧げ、肝いりの力にすがって山狩りを続けるように願い出た。六蔵は食料を持って捜索をしようとツールの湯に行った。そこに木左門が黒湯で人の足跡を発見したと飛び込んで来た。南部寮から密かに黒湯に杜氏に来ている者がいるという。黒湯には 湯もがいなかった。木左衛門と六蔵は一緒に黒湯に登った。八日目の夕暮れ、六蔵が外の湯壺を覗くと岩陰に毛玉物のようにうずくまっているものがいる。二人が連れ立って湯壺に行くと髭面で人相は変わっているが、長苦郎のように見える。二人は喜びと驚きの中、湯小屋に長苦郎を連れて行った。しかし、長苦労はなぜか。 ぐったりとしてロバッタに崩れうなじを垂れてしまう。南部の村役人もいない。もう安心してよいぞと言っても、俺は死んだと思ってくれ。俺を見たと言わないでくれと返す。訳を聞くと、一部始終を語り始めた。二年前、長久郎は、六蔵とはぐれた後、小白森、大白森を超え南部良に迷い込んだ。疲労で、昏睡状態に陥った後、 気づくと、そま小屋のようなところに横たわり、毛皮を着たひげずらの目が光る男と、若い女が彼を解放していた。二人とは、言葉が通じず、小屋には稀に山の人間たちが立ち寄っては去っていく。二人は、献身的に、長苦労を解放し、長苦労は、次第に健康を回復していった。若い女は、年頃で、長苦労は、妻があることは秘めて、娘と恋に落ちていった。 彼らは定住の地を持たず、熊野や飛騨、シナノなどの産地を漂白しているらしい。冬になると、南の地方に移動する彼らは、長久郎のために、一冬をその地方で過ごし、彼を介護し、若い女は長久郎の子を見ごもっていた。次の年、南の国に移動することを躊躇する長久郎だが、ある秋の日に、山男の父が山役人に撃たれ血まみれになってしまう。 傷ついた山男の父を解放し、長九郎は父を黒湯の湯の花を取ってきたり薬草を集めたりした。南の地に行く季節は3月、それまでに長九郎は黒湯に往復して湯の花を集め、そのために木材門や六蔵に目撃された。彼は語りながら涙をボロボロとこぼした。木材門や六蔵は呆然として聞いていると、長九郎は突然身を起こし、 長九郎は死んだものと伝えてくれ。俺は南に行く。峰の上に雪が落ちたら、長九郎のことを思い出してくれと言って湯うごやから飛び出した。待ってくれ、長九郎と叫んで追いかけても、長九郎の姿は、ブナの林の中に見えなくなっていった。東北百名山地図町、山和警告者、ありがとうございます。